はい、えー。以上で、1、えー、番、丸いボタンを押すとメッセージが表示されるようにするというのができましたので、まあ、今度は、えー、ランダムにメッセージが表示されるようにね、えー、してみたいと思います。はい。えー、というわけで、こちらの方ですけれども、まあ、ランダムにやっていくのはですね、これは、えー、簡単でありまして、前回、乱数といったものをね、えー、学びましたので、えー、ただ単にここのところですかね、ここのところを、えー、ランダム。 かこういうふうにしてやるんですけど、まあ、これだと、これ、あの、そうですよね。整数になりません。0から3までの乱数が欲しいので、これを int というふうにやると。 はい。え、こうすると、まあ、ここのフォーチュンの中に入ってくる、え、乱数は、0から3ですね。0から3までの乱数が入ってくるので、え、ランダムに、えっと、メッセージが表示されるはずであります。はい。え、それじゃあ、え、ちょっとこれでやってみたいと思います。はい。で、これでこれをクリックします。ちょっと見せて,てください。こうなります。 はい、えー、メッセージは、えっ、ー、と、ランダムに出てくるんですけども、どんどんメッセージが変わってしまいますね。だから実はちょっとまだこれ、まだ完成ではありません。えー、何が問題かというと、えー、プロセッシングの場合、このドローというのはこれ何回も繰り返すわけですよね。えー、何回も、えー、繰り返すので、繰り返まあ、何回も繰り返すので、まあ、そのたんびに、えー、この、えー、 乱数をね、発生させてメッセージを変えているということになります。というわけで、これをやめるためには一度だけですね、これを実行するように変更してやればよいということになります。はい、それはどうするかというとですね、まあちょっと表示した回数をカウントする変数を導入してみることにしたいと思います。 で、それでカウントする変数を導入して、例えばそのカウントする変数の値が0の時に占いメッセージを表示する。で、0以外の時にはですね、占いのメッセージを表示しないと、まあそういう風にしてみるとね、いいかなと思います。はい。というわけで、カウントする変数、まあ例えば、カウントという名前で、ちょっとですね、やってみたいと思います。で、それで表示する変数をここに カウントというふうに登録しておきたいと思います。で、それで最初は、このカウントは0。0というふうにしていきます。で、それでですね、えー、とまあ、ここで書いていくんですけれども、まあ、この時に、えっ、ー、とまあ、ここか。 まあ、あの、そうですね。クリックして、なおかつ、えー、カウントの値が、えぇ、ー、ゼロであれば、ね、えぇ、ー、その時だけ、えっ、ー、と、まあ、まあ、こういうですね、えー 占いのメッセージを表示するというふうにしておきましょうかね。で、それでですね、こうやって占いメッセージをカウント0の時だけ表示するんですけども、一旦表示してしまったら、もうカウントの値は1ですね。1というふうにしておきます。こういうふうにすれば、 カウント0の時だけ占いメッセージを表示して、一旦占いメッセージを表示すると1位になりますから、もう二度とです、ね、占いメッセージを表示しないということになります。これでちょっとどうでしょうかね。ちょっとやってみます。で、クリックしてみます。 はい、えー、ダメですね。消えました。えー、これ、どういうことかというとですね、まあ、ここでカウント1になるんですが、えー、ドロー何回も繰り返しますからね、えー、これで背景を、 書いちゃってるんですねこれでテキストメッセージがこの背景を白とすることで消えてしまっているというわけで、この背景を書く位置をちょっと変更してやります。それはこのテキストを書く直前ですかね。テキストを書く直前に置いてやりましょう。テキストを書く直前に置いてやります。 えここに置いてやればですね、えー、テキストメッセージが、えー、消えることはなくなります。えところがそうすると今度、えー、こっちの方が困ってしまいますね。こっちの方、背景いつ書くのということになるので、ここも、まあ、このテキストメッセージを書く直前にですね、背景を、えー、書くようにしましょう。で、こうすれば、えっ、ー、と、まあ、えー、テキストメッセージが消えることは、えー、なくなるはずです。じゃあちょっとこれでやってみたいと思います。 はい。えっ、ー、と、やってみますけれども、まあ、えー、ちょっとやってみましょう。で、クリックしてみますね。クリックすると、はい、えー、メッセージが出ました。ね。えー、はい。ただしですね、これ、クリックすると、1回しかできないんですね。まあ、普通、クリックするごとにメッセージ変わった方が自然だと思うんですが、これ、1回しか出ません。えー、もう1回やってみますけれども、えー、これでやると、 最初クリックするとメッセージ変わります。だけど話した途端元に戻ってもダメです。で、えっ、ー、と、これはえ何でかっていうと、まあ、一回メッセージを表示してしまったら、そうですね。一回メッセージを表示してしまったら、もうこれカウント1としちゃうわけですね。 え、カウントが0に戻ってくれないと、二度とメッセージを表示してくれません。じゃあ、どこでカウントを0に戻すかというふうに言いますと、この今日の運勢はボタンを押してみてと、この直後ですね、ここにやっておけば、まあ、良いということになりまして、ここに、 カウントゼロというふうに入れます。まあ、こうすれば、えっ、ー、とまあ、えー、これを表示している時にはカウントゼロなので、クリックすると、まあ必ず、えっ、ー、とまあ、メッセージがランダムに表示されると。えー、しかもそれは、えー、クリックした後とこれ1回だけですね、えー。ということになります。じゃあちょっとこれでやってみます。これで、クリックします。クリックします。 はい。というわけで、確かにね、クリックすると、カウントの値が1になるわけですけども、これで一旦離して、離すとね、これが表示されるんだけども、そうするとカウント0になります。そうすると、またクリックすると、これが実行されて、カウントの値が1になるということになります。はい。これで完成しました。どうでしょうかね。ちょっと一応全体像が見えるようにしましょうかね。 はい、こんな感じですね。はい、えー、こんな感じになります。全体像見えますでしょうかね。はい、えー、それではですね、えこれを作ってみてください。これで、え占いページの完成です。ね。はい、というわけで、まあ、あといろいろね、えこれアレンジしてみたりして、いろいろ遊んでみるとね、面白いかなと思います。例えば、クリックしたときね、えこの円の半径が大きくなるとかね、えいろいろやってみると面白いかと思います。はい、えー、それでは、え今日は以上になります。 はい。えー、まあ、こんな風に言うとですね、ちょっとまああのー、まあ、円の半径を大きくする方わかんないと。クリックしたときですね、だけ円の半径を大きくする方法はわかんないと言うかもしれませんので、ちょっとまあやっておきたいと思います。まああの、ここに円のね、えー、描くのがあるんですけど、ちょっとこれをですね、えー、クリックしたときとそうでないときにそれぞれ描くようにしておきましょうかね。例えば、ここか。ここに、えーか、貼り付けると。 そして、えっ、ー、と、まあ、ここにも貼り付けると。テキストの、えー、書いた後に貼り付けましょうかね。こうしますね。で、あとフィル、えー、これは文字の色か。文字の色も、えー、そうですね。この場合には、えー、毎回、えー、指定してやる必要性がありますね。文字の色を。えー、つまり、背景を書いた後、文字を書いて、円を書くと。 でこちらも、えー、背景を描いた後、ここに、えー、と文字の色か、文字を描いて、えー、そして円を描くと、まあ。こういうふうにします。で、えーとまあえー、これで、えー、いいはずなんですけれども、じゃちょっとやってみたいと思いますが、えー、これで。 あ、そうですね。あと円の大きさを変えないと意味ないですね。えー、これで円の大きさをクリックしたときに1.5倍ぐらいにしましょうかね。1.5倍ぐらいにするようにします。はい。こうするとクリックしたときに円が大きくなるはずです。こうですかね。はい。こんな感じですね。はい。というわけで、まあね、えー、最低限終わった後は自分でいろいろアレンジしながらですね、改良していってください。あと、まあちょっとこれ、ノーストロークにしようかな。ちょっと待ってね。 えー、縁がない方がかっこよさそうですね。はい、えー、こうすると。 はいえー、こんな感じに、ねえー、なります。はい。というわけで、まああのーね、完成したら、まあ、それをいろいろちょっと少し、ね、アレンジしていって、いろいろね、えー、プログラムを、えー、作ってみてください。ちょっと待って、これ少し全体像が見えるように。はい、こうですかね。こんな感じになります。 それで、えー、こうですね。はい、えー、こんな感じです。はい。はい。それじゃあ、えー、今日は、えー、これでおしまいということになります。必ず自分でですね、いろいろアレンジしてみてください。そうすると、まあ、えー、身についていくかと思います。